高知整理発祥の地記念碑静岡県袋井市、彦島の倉太郎場から1911年1月8日は、明治期の農事指導者。日本で最初に、近代的な高知整理を実施した人物である。名倉太郎場らが実施した、高知整理は、静岡式と呼ばれ、全国のお手本とされた。そして、1899年に法制化される高知。 整理法へと発展していく。1840年6月4日、東都海国三名軍末袋井村の金子六兵衛の長男として生まれる。1862年、22歳の時、同軍彦島村の名トシエモ門の養子となる。1911年1月8日に没する。彦島村は、大高は水系の蟹田川によって、 頻繁に水害を受ける貧しい村であった。太郎馬は、なんとか、村を建て直したいと考え、1871年、静岡藩町に、村の救済を願い出た。宝徳社員の荒木義蔵が派遣され来村、その後を引き継いだ、神谷正七郎の勧めで、彦島宝徳社を設立した。収穫量を増やすには、筋植という方法が良いという指導を小七郎から、 受けた。そのためには、他の形状を整えることが必要であった。1872年、試験的に、数名の者と共同で五反余り府の水田で、曲がりくねったあぜ道を取り払い、まっすぐなあぜ道にして、筋植えをしてみた。農作業が能率化され、収穫量が増えることが実証された。これを見た村人は心を動かされ、村全体の高地整理に賛同した。 また、1874年には、洪水の原因であった蟹田川の流路付け替えが認められた。1875年、水田所有者の権利利害を調整し、肝皮を借り入れて、蟹田川の流路変更のための改作工事及び、彦島村全体33ヘクタールの道路、 京阪の直線化、洋排水路の整備等の京阪改良工事を内容とする集団的区画整理事業に着手、これを完成させた。1900年に、高知整理法が施行されると、同年3月に、岩田郡田原村において、村全域285ヘクタールの高知整理に着手、1903年に、これを完成させた。桜太郎原が実施した。 高知整理は、近隣は湯に及ばず、日本全国でお手本とされた。タ太郎馬は、稲作に熱心に取り組む、特農家であった。全国各地で、先進的に取り組まれていた、稲作技術をいち早く取り入れて、自分の田んぼで実践し、その効果を実際に見せながら、農家の人たちに伝えていった。太郎馬は、牛を使った殻すきによる幸運や、筋上など、 稲作技術の改良を実行に移すために、田んぼや周辺の道路、洋廃水路、河川の整備に積極的に取り組んだ。後に静岡方式と呼ばれたこの高地整理の区割りは全国に広がった。幕末から明治初期にかけては、国の統治機構の混乱や強作などにより、社会不安が広がり、各地で農民一揆が起きた時代であった。 彦島村ではさらに水害も重なって、貧しさのどん底にあった。これをなんとかしたいと、中倉太郎馬は、家庭生活と村の改革に取り組んだ。ありがとうございます。